今ね第6回目の、アドバイスを受けてそれをミックスしてトータルで吹いてみたんですけど、とてもね難しいね。アンブシュアからあと息の支え、そして今回、この喉の奥を開いて、もう大きくはその3つなんだけど、かなり難しい。一個一個をね漏れなくやるっていうのは、で今回のワークフローは、喉の奥を開いて音を出していく、ロングトーンしていくということなんですよね。日本人と欧米人の発音の仕方っていうのをね例に出されてて、サトルさん先生から送ってきた動画の中でね、日本人は口の中を狭くして発音してるけど欧米人は開いて発音してると、開いてっていうのはこのあくびをする時の形ですね、でその欧米人の喉の形を再現するためにはーいというね、欧米人がね挨拶するときにはーいっていうね、このあくびをするような感じではーいと言うんです。だからはーいと言った後にロングトーンしてくださいというふうなワークフローでした。だからそれをねやってみます。はーい、どうですか、もう一回。はーい、はい、以上です。